玉座の間に守護者やしもべたちを集め、ナザリックの今後についてデミウルゴスとアルベノに語らせる。有能な二人なら素晴らしい考えを披露してくれるだろう。俺は偉大な支配者として応用にうなずけばいいだけ。あ、ちょっと待て、なぜそういう話になるのだ。第2話カルネムラ再び。すべては最初から想定通りだ。